皆さんこんにちは、亀三昧です。今、僕に仕事から帰ってきて、夜の7時前なんですけども、だいたいね、仕事から帰ってくると、まずね、亀の餌やりをするんですが、今日はね、その1匹を紹介しようと思います。こちらの亀わかりますか？これはお迎え動画はね、出してないんですけど、こちらはギリシャイシガメの赤ちゃんですね。もうこれ見てください、めちゃくちゃちっちゃいんですよ。甲長がね 3.5 センチだっけな。ほとんどね、こう生まれたばっかりのサイズなんですけど、うちに来てね、こんな感じでめちゃめちゃエサクレダンスをします。ちょっと餌をね、待ちきれない様子なのであげてみましょう。ほら見てね、めちゃくちゃ可愛いですよね。でご飯をあげましょうか。あげるのはカメプロスプレミア。大きくなった。あ、大丈夫ですね。こんな感じで、すごいもぐもぐ食べます。いやー、かわいいですね。なんでこの動画を撮ろうと思ったかというと、これ特にね、伝えたいことはないんですけど、このね、ギリシャイシガメのね、赤ちゃんがね、可愛すぎるんですよね。で、まあ、先に言っときますけど、この動画はね、多分伸びない。これ僕の考えなんですけど、YouTube のこういう生き物系の伸びる動画って、役に立つ情報なんですよね。例えば飼育方法とか、なんかトラブルの対処法とか、そういう動画は伸びるんですけど、こういう餌やりの動画ってあんまり伸びないんですよ。例えばその、ある程度でかい亀にこうなんかザリガニあげたりとか、こう迫力のある動画はいいんですけど、こんなちっちゃくて、しかもギリシャイシガメっていうマイナーな種類の亀のこのベビーがよちよち餌食ってる動画なんてね、多分伸びないんだよね。でもね、僕はね、この動画を作るんです。なぜかというと、ギリシャイシガメが好きだからです。ほら、可愛くない？もうお腹いっぱいかな。これ、あげてる餌はね、カメプロスプレミアムです。で、うちのカメはね、だいたい咲き光で育ててるんですけど、このカメね、ちょっとちっちゃすぎてね、咲き光がね、要はね、うまく噛めないみたいで、このカメプロスとかだと、ある程度ね、ちゃんと噛んで飲み込んでるんで、カメプロスをあげてます。もうお腹いっぱいかな？まだ探してるの？もう探してないか。お腹いっぱいかな？
で、お迎えした時よりも若干大きくなったかな。お迎えしてたの1週間とかそれぐらいなんですけど、わかるかな。よくね、ちっちゃいカメを手乗りガメとかって言うんですけど、これまあちょっと危ないからやんないけど、これ親指に乗るサイズなんですよね。ほら、親指に乗るんです。親指に乗るサイズのカメ、可愛くないですか。まあ西見のベビーとかだともっとちっちゃいですけど、可愛いですね。ギリシャエシガメのこう魅力を伝える動画はまた改めて出します。今ねまとめて言っちゃうとすごい動画長くなっちゃうんで、ギリシャイシガメの魅力を伝える動画はまた今度ゆっくり出そうと思います。なので今日の動画はね、これぐらいにしておこうと思います。この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録をお願いします。動画は金曜土曜の夜8時に更新をします。それ以外にも更新しますのでぜひご覧ください。それではまた次の動画もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。